皆さんこんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか本日ご紹介するのはこちら。ドッスンということで、本日ご紹介するのはエップファンさんから出ています。CS500AB になります。こちらはエップファンさんの提供でお送りいたします。ありがとうございます。 覚えている人もおられると思いますが、少し前にイヤホンの提供をいただいて、なかなかね、安いんだけども、いい音出すぞっていうのでご紹介したのが、エップファンさんになりますが、今回これ CS500AB だけじゃわかんないよね。これ何かというと、僕がね、ずーっとここ最近気になってた、HDMI の送信機受信機なんです。つまり HDMI をワイヤレスにしようというものなんです。これいつからかな去年の末ぐらいから出てきたのかな何 1>, ね、1年前かぐらいにそういうものが登場するよっていう情報を見て以来すごい気になってたんだけど当時はまだすごい高くて今も何か USB-C ケーブルのような安いものではないんだけれどもかなり値段は落ち着いてきてこのエップファンさんのやつもかなり安いのでではその安いものがどれぐらい使えるのかっていうものをお伝えしていこうと思いますんでよかったら参考にしてください気になってた方も多いと思うのでねでは早速見ていきましょうまず中身ですね開封します これ意外にね、箱は普通の箱じゃなくて、エンボス加工になっていて、おしゃれな。なんか高級ブランドみたいな箱です。では見てみましょう。あ、ケースね、入ってる。すごいね。ほら、かわいらしい。ケースと、これなんかピンだね。何かに使うんだろうね、これ。と、マニュアル。あ、日本語ちゃんとあるわ。 はい。ここにマニュアルがありますね。マニュアルは僕が読んで、口頭で説明していきますんで、今回はこちらを読みながら説明していくのは割愛します。では、早速中身見ていきましょう。こういうケースあるのいいよね。結構かさばるんでね。では、ドン。はい。えー、ということで、こうなってますね。あ、ちゃんと書いてるね。出力する側テレビの方だよ。 え、出力、出力先ですね。で、これが出力元、ソースということで、まあ、PC 内そういうものですよっていうことになってます。で、これちょっと不思議に思う方いるように初めて見る方は、なんでこれ USB ついてんのって HDMI っていうと、やはりこれね、電力が必要なんですよ。かなりの。で、それを HDMI から取れないので、USB がついていて、それぞれの媒体から、 電源を供給してくださいねっていねとうことで,すで、すこちらのマニュアルにも書いてありますが、5V 必要になりますので、パソコンなんかのノーマルのポートがあったりする人はそこにつければいいし、もしも最悪ポートがない人は、5V を供給できるアダプターを別途用意して、それをコンセントにつなげて使用するということになりますんで、そこは理解ください。これは全てのこういうふうな HDMI の今、ワイヤレスのものがたくさん出てるけども、ほぼ100%です。 で、ないものは、とても電力量が少ないので、安定性とかが低いので、まあ、そういうものを求めてる人はそれでもいいんだけれども、基本は必要であるってことは考えておいてください。で、大体ね、アマゾンなんかで、こういう状態で写真撮ってるものとかも多いんだよね。エップファンサーのやつはちゃんとこういう風にして写真撮ってるんだけど、何かというと、これだけで使えるよみたいな感じで、あ、すごくポータブルやんっていう感じに見せてるんですけど、実は横見ると、そこに USB 穴があって、自分で USB 買って接続しないといけないとか、 で、まあ、こういう商品に入ってて、USB 別でつなげて使わないといけないっていうものがあったりするので、基本ある程度の性能を持ってるものは、こういう形状になるよと。で、このエプファンさんの、今回の c s 5 0 0 a b は、もうそれを接続してますよっていう商品になります。で、これがいいのか悪いのかっていうのは、それぞれだと思う。えー、それは何かというと、ポート穴がある場合は、短い、すぐ近くに USB がある人は、こんなに長くなくていいよね。 じゃ、ものすごい短いケーブル買って、ぴョっとやって、非常にコンパクトにできるけれども、このエップファーサーのやつは、こんだけの長さのものが初めからついてるので、ちょっとかさばるっていうところはあるかもしれないので、そこがいいところと悪いところだと思いますね。ではですね、早速接続してどんな感じなのか見ていきましょう。それではですね、まずはこのポータブルモニターの方ですね。こちらの方に受信機だね。 受信機、こちらのテレビと書いてあるこちらの方を接続していきます。で、電源の方がポータブルモニターでないので、今回はここに見えているコンセント型のアダプターの方に電源供給はお願いしようかなと思います。では、こちらに差し込みます。どうすんと。で、HDMI は挿してます。で、ポータブルモニターの電源をちょっと用意しておきます。これあの、勝手にスリープしちゃうんで、ちょっとだけ待ってくださいね。 さあ、それでは次は、Mac の Boot Camp、Windows 入れてます。こちらの方に HDMI を挿して、こっち側だね。ここに HDMI があるので、こちらの方に挿して、で、ここに USB ポートがあるので、こちらに差し込んでいきます。 よいしょ、こういう形だね。はい、こんな感じ。ちょっと近いので、ここが当たってますが、まあ大丈夫でしょう。送信側の準備ができたので、こちらの受け手の方のポータブルモニターの電源入れます。あ、なんか出てるね。HDMI が×って出てますね。受信できてないよと。こういうのがちゃんと出るんだね。でもね。あ、いけたかも。あ、これいけたかもしれん。電源が多分しっかりついてなかったみたいですね。 えっと、こちらの方が点灯しました点滅してたんだけど今あ映ったねはいちょっとだから近すぎてちゃんと接続できなかったみたいですねこの辺はちょっと問題かもしれないノートの場合って HDMI と USB が近い場合があるので今みたいな弊害は起こるかもしれないのでここはご注意くださいちゃんと電源が供給されると まず、ここが点滅状態になりました。で、その後、点灯状態になって、こちらに受信されるようですね。で、ちゃんとデータが来てない場合は、あのように受信側の方で、データが来てないよっていう注意書きが出るので、あの辺は優しいなと思いましたね。非常に簡単ですね。ドライバーの何もいらない。ただただ接続しただけで、このようにワイヤレスの環境が構築されました。 これはすごいっすね。で、ちょうど同時画面になってるので、遅延等が分かりやすいと思うので見ていきましょうか。でもこれなかなか1個の画面に映すの難しいんだけどね。えっとですね、YouTube の方に無料のストップウォッチの素材がありますので、これで遅延を見てみようと思います。では、再生します。 少しこっちの方が遅いの分かるよね。こっちが17、17ってなる。うん。こんな感じで知恵が起こってます。ちょっとこのスピードでは皆さんも分かりにくいと思うので、スローで、えっと、ちょっと見してみます。 で、こちらの方のですね、エ p プファンの CS500AB は30メートルまで行けるということなんで、遠くの方に持って行って見てみましょう。このノートパソコンが設置してあるところからですね、約12メートルの場所に持って行きました。ちょっと足元映します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11歩なんで、ま、だいたい11メートル、12メートルぐらい。はい、繋がってます。 こんな感じでいけます。すごいね。我が家、寝室が2階にあるんですけれども、どうなるか、やってみましょう。えっとね、コンセントを付けたての時はね、通信する時間があるんです。で、今、付けたんですけど、今これバツですよね。これがね、チェック入るんですよ。ちゃんと届けば。これにね、ちょっとだけ時間かかります。あ、チェック入ったね。 じゃあ入りますね。すごいね。これは大体ね、どれぐらいかな。20メートル以上はあるね。で、ちなみにここね、扉開いてるんで、寝室。扉閉めてみましょう。閉めても入るのかな。問題ないね。すごいね。動画を再生してみましょうか。この状態でね。これは静止、静止画というかまあトップ画面なんで。 えー、今これ YouTube の 4K のフリー画像です。流してます。それではですね、送信先の方に行きましょう。すごい遠いよ。ほんまにすごいよ。さあどうなってるうわーちゃんと流れてる。<laughs> これマジですごいね。ワイヤレスですよ。 個性ないんだよ。いやー、すごい時代になったね。ちなみに音出てますからね。ではちょっとおじいさんの動画見て音流しましょうか。これ音はですね、HDMI で繋げているので、パソコン本体からじゃなくて、このモニターから音出ますんで。ではちょっとテストしてみましょう。はい、おじいさんの動画流してます。もうすでにスピーカーから音出てますね、2階の。ではちょっと見に行きましょう。 全体のデザイン感でいうととてもいいだけれどもちょっとスキッパーメニューです。でも一個一個のパーツはよくできてるぞという感じですね。では早速電源入れていきましょう。すごいね、ということで電源が入りました。35WX と同じメニューですね。でちょっとこだわってんのがここ RG28。あなんか注意がきてた。こういう時はこっちでどうしようもできないね。ここで今ずっとテストしてる間つけっぱなしなんですが、日本のマゾにですねこの。 アダプターの方がかなり熱を持つっていうことがあったので、当然ね、作業をされて長く使う方もおられるんで、今何時間も経ってないんですけれども、今の状態で、え、何分ぐらいかな ?10 分、20分ぐらいかなの状態でどういう風な暑さになってるか見てみましょう。39度ここは机は机も39度。ちゃんと当たってないね、じゃあ。あ、当たった。44度だ。 そうだね。40度ぐらい。今の20分、10分ぐらいで。だから1時間ぐらい使ったらもうちょっと。ああ、かなり暑いね。やっぱ40度やから、40度やから人肌より上やから暑く感じるよね。一回放置してみようか、これ。どれぐらい上がるかね。とりあえず現状でそういう温度になってます。えっとですね、今、スーパーマリーをレトロアーチで起動してるんですが、あとジャンプボタンを押します。 わかかるかなちょっとねガリガリしてるというかこっちがメインです普通に飛んでるよねでこっちが出力先わかるちょっとなんか残像じゃないけどなんか残像感みたいなものを感じますよね こっちこれが出力先うーん気のせいかなちょっとねこのビデオでうまいことね撮れてないかもしれないけどちょっとね残像感みたいなものは多少感じますねで遅延もやっぱり見てて 先の数字よりも明らかかなって、こっちの方が先に飛び出してるよね。では、えっと、こちらの送信先の画面を使ってゲームをやってみようかなと思います。 今見てもらった通り、送信先があまりにも遅延が多すぎて、例えばジャンプのタイミング間違ってぶつかるとか、まあ、僕が下手でちょっとぶつかったのはあるんだけど、今、猫が椅子占領してて立ちながらやってるんだけども、特にスーパーマリオをやる管理はめちゃくちゃ遅延があってどうしようもないっていう感じはないですね。 だから先ほどの見てもらったストップウォッチの多分誤差ぐらいの症状なんだと思うんだよね。まあ、こういう感じになってます。それでは他のものもね、HDMI 出力できるものあるので、見てみましょう。では先日ご紹介したポーキディの RGB30。こちら l リナックス形式になってますが、このような変換アダプターを使って使用できるか見てみましょう。えー、こちらにはですね、このような えっと、ミニか。ミニ HDMI があるので、こちらに接続して、こちら送信機ですね。こちらの方を接続します。で、USB は別途電源で供給してます。で、確かジェル OS は再起動しないといけないんで、ちょっとしてみましょう。あ、いけましたね。出た。すごいね。これいけるわ。えー、はい。ということで。 このような変換器を使ってでも出力ができてますね。これはすごいね。これワイヤレスですよ。こいつとこいつは繋がってません。ひゃーちょっとゲームしてみるではストリートファイターを使ってですね、対空昇流とかできるかちょっとやってみましょう。これ遅延があったなかなか難しいからね。ではやってみますよ。 今自分がわざ出んかったあ <laughs> やっぱりね遅延感じる格闘ゲームやると遅延をよく感じるうん 今いけだねあー今出んかったね遅かっただからあ出た今出た <laughs> 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 もう一ラウンドもう一んラスト あー今,今のデンかったな完全にあいいか逮捕できたおギリギリ間に合ったおいけるねいけるいけるいけるやんあ今間に合った 今見てもらったらお分かりの通りですね「対空昇流」間に合わんことないけど実際やっぱ格闘ゲームをやると遅延を感じますめちゃくちゃではないけどもやっぱ格闘ゲームって言うとジャンプしてきた瞬間にすぐ昇流拳打ってすぐ出るみたいな感覚が自分の中では培われてるので。 確かに波動拳、小流拳、入力した後にワンテンポとかまで言ったら大げさやけども、でも格闘ゲームで言うところのワンテンポって言ってもいいぐらいの感覚は僕にはありましたね。なので、格闘ゲームを遠隔でやるのは厳しいと思いますし、1分1秒争うようなものも厳しいんじゃないのかなと思いますけれども、のんびりした RPG なんかでは多分いけるんじゃないのかなと思います。ではもう一個ちょっとやってみましょうか。 ええー、それではすでにゲーム界の大パーツとなりつつあるネオジオ X です。<laughs> これ出力できるかちょっと見てみようか。<laughs> お遊びですけど。これ実はね、HDMI ついてるんですよ。どうだどうあ、いけるんちゃうこれ。あ、今一瞬映ったけどあ、再起動かかるんだね、多分。液晶に。いけた <laughs> すげえちょっとじゃあこれ 音出えへんかなでもこれなんかあ出たすげえネオジオ X を出力できるワイヤレスでなんとすげえちょっとやってみようかこれで動かしてますよほらすげえな すげえいやこれ野球ゲームやから普通に打ててんのすごいよタイミングが合わんと打てないからねすげえなこれ。 でもやっぱちょっとだけ遅れてるなやっぱりちょっとだけうんちょっと遅れてるだから速球には押されるね、うん、はいえー、ということでなんとこのロストテクノロジーのネオジオ X でさえも ちゃんとワイヤレスで送信することができます。では、ここまで来たらやっぱり気になるのがスイッチの映像を出力できるかですね。やってみましょう。え今スイッチに HDMI を接続しました。で、スイッチには USB ポートがあるので、スイッチの方に接続してます。さあ、これでどうなるだろうか。電源入れてみましょうか。これでスイッチの電源が入って、あ、来た来たんちゃうあ、消えた。 これ一回再起動かかんのよね、液晶が。これ来たでしょあ、来たーすごーい来ましたーゲームやってみるでは、えっと、またストリートファイターですけど、やってみましょう。まあ、遅延を見るにはちょうどいいんでね、格闘ゲームばっかりいろんなやつに入てます。えっと、それではやっていきまーす。 いいですね遊べますねもう一回やります体育勝利受けてるね体育勝利 飛んできてくれたらいいけど、うん、今見てもらった通り、対空昇竜出せてます。まあ、この辺見ていただけてね、遅延がどうなんだろうっていうところは、 個人的にはめちゃくちゃ、もう当然あの何なんとかっていう最近若い子やる銃のね、あのやつとか一人称の銃のやつとかなるともうワンフレとかをコントローラーで求めてる動画なんてよく見るので、そういうのになるとはっきり言ってものにならないと思うけど、今見てもらった通り僕ぐらいのレベルの格闘ゲーム、当然もっと上の梅原さんとかなったらこんな全然ダメだと思うけれども、僕レベルで遊んでる間には対空勝利も出せるけど、でも言った通り遅延を感じないわけじゃないですよ。 うん。なので、その辺は気をつけて、でもこれぐらいはできるよっていうのは、いい参考になったのかなと思います。で、結構つけっぱなしにしてますんで、もう一回温度。これちょっと受信機の方です。もう発信機の方が温度高いからあテストのために結構外してるんで、難しいんやけどなぁ。 あ、50度まで上がってるね。うん、やっぱりかなり上がってますね。なので、長時間やっていくと発熱して何か問題が出るっていう可能性もなきにしもなので、日本のアマゾンにはね、あの、悪い評価っていうものも結構出てるので、その辺はね、えっと、僕の情報は鵜呑みにせずに、そういう風な情報も参考にしてください。ただし僕の環境ではね、今んところなんか画面が途切れるとか、そんなのないんだけどね。えー、それでは最後にゲーミング MPC なんかでどうなるか見てみましょう。えー、USB-C ポート しかないので USB-C を HDMI に変換できるこのようなコネクターがあるのでこれで一回やってみますでは出力ドンさあどうなるかな Windows これは10ですね当然相性もあるので何とも言えないですがあ来たねまたじゃあこれ液晶再起動だすごいなはい い、えー、けましたこれはあやねオのえっとエアーですねエアーのやつですちょっとゲームやってみようかはい、えー、バーチャファイター5ファイナルショーダウンを今ちょっと PS3 のエミュレーターで起動さしましたうん音出てるねこれはこっちの画面がちっちゃいから見せやすい これワイヤレスですよしつこいですけど <laughs> ちょっとやってみましょうかあこれ遅延な、分かりやすいんちゃう 何度も言いますけれどもこれはあくまで充電の給電用のコネクターなだけでつながってないですよ HDMI ではでもこのように画像がワイヤレスで送信されて受信されてますすごい時代になったな それでは Android のこちらですね、スマートフォンを出力できるか、Wireless HDMI でね、それをちょっと見てみようと思います。では、まずポータブルモニター設定して、よいしょ。で、こちらの方ですね、こちらの方の HDMI を USB-C に変換できる、このコネクタを使って挿してみましょう。ドスン。さあ、どうなるかなここのチェックがポッと入ったら、 まますけどどねねチェック入りました、ね、さあどうなるモニターが先からの流れでいくと再起動するんだけどななぜかのやつは出ないですねもしかしたらスマートフォンとの相性が何かあるのかもしれないし僕のスマートフォンのバージョンとかにもよるかもしれないし先ほどはこのコネクターが使えたけど 今回は使えなくて他のコネクターだったらできるとの可能性はありますが僕の環境下では結果が出ませんでしたんで一応伝えておきますただし公式ページの方には Android 対応とは書いてますんでその辺は Android で使用したい方は事前にメーカーさんに問い合わせることをおすすめしますえそれでですね最後にこのクリップ何やったかっていうと実はこの HDAM の操縦心機にそれぞれぞ小さい穴ありますよねこの中が再ペアリングのボタンになってるんですよでそれをこのクリップで押してやってくださいねっていうことです2秒間押すと再ペアリングになるので今回おじいさんの場合はそれぞれに接続すると勝手にペアリングうまいことやってまあ Android 以外はちゃんと映像の入出力ができたんですがちょっと接続がおかしいぞってなった時は このクリップを使用して2秒間押して離すことによってそれぞれ再ペアリング状態になるのでそういうふうな使用の仕方もできますよっていうことです。ただしこれ見てもらったら分かる通りクリップなので本当にどうしようもない時だけに使うものですよっていう緊急の回避策になってると思いますんでどうしてもっていう人はここを利用して接続してみてはいかがでしょうか。ちなみに僕は Android はこれをやってもダメやったのであの動画を出しておりますんでご了承ください。 で、受信機の方はもう一つ機能があって、10秒以上これを押すと工場出荷状態に戻すことができるようなので、そういう動作が必要な方はやってみてはいかがでしょうか。ということでいかがだったでしょうか見てきていただきましたのは、エップファンさんから出ています CS500AB という HDMI のワイヤレスキットになります。個人的にはもう何度も動画内で言ってますけれども驚きました。これぐらいのものがもう出てるんだね。 で、日本のアマゾンで他のものなんかも検索したんですが、だいたい1万円前後なので、このエップファンサーの CS500AB は少しだけ値段お安いのかなっていう感じがしました。で、日本のアマゾンにはね、結構悪いことがグダグダグダっと書かれているんですが、僕個人が実際にあった感覚としては、 遅延は確かにあります。ストップウォッチのスローを見てもらってもお分かりの通り、PS3 のエミュレーターのバーチャファイターを見てもらった通り、遅延が全くないわけじゃないですが、もっともっとひどいのかなと思ってたんですよ。正直なところ。でもそこまでじゃないなと思いました。 で、実際ストリートファイターをやって、対空昇竜なんかも、ほんの少しですよ。ほんの少しだけ遅れる感じはありましたけれども、対応できてますので、そこまで気にする必要はないのかなっていう気はしました。 ただし本当にワンフレを争うようなゲームをやってる人にはとてつもない遅延に感じると思うのでそこは注意だと思います。で、発熱問題なんですがその後ね1時間とか2時間ぐらい僕はつけっぱなしに実はしてたんですけれどもそないにむちゃくちゃ言うほどなんかその後温度が上がるっていうことはなかったんですよね。 なので50度から60度ぐらいでだいたいキープしてるんじゃないのかなと。ただしそのモニターの裏にものすごい密閉されたところで、 長時間つけっぱなしにした場合は話は別ですし、PC モニターって僕もそうだけども基本的に電源落とさないですよっていう人もおられますよね。そういう場合は密閉空間で発熱しつつ、さらにずーっとつけっぱなしってなると、もしかしたらもう少し温度が上がってきて各種問題が起こってくるのかなとは想像はできます。 日本のマゾンに嘘を書くっていうことはあまりないと思われますんでそれらの情報も加味しつつ購入されるる方方は検討する方がいいいと思いますで画面のちらつきが出るっていうコメントなんかもあったんだけれども当然電子レンジを HDM 間にかましてるとか強い電波を発するものが近くにある場合はどんな環境であっても Bluetooth であっても干渉したりするので そういう環境の近くで使う、使うことを想定してる方はやめといた方がいいかなと思います。ただし普通の環境、普通の環境とか、我が家、とりあえずね、我が家の環境では画面がちらつくこともないし、発熱による何かそのシャットダウンするようなこともなかったですし、 普通に使えてました。で、遅延もなんかものすごい1秒2秒とかそういう遅延であればゲームは当然無理だよねって思ってたんですが、そこまでの環境にはうちはならなかったので、この辺は商品に個体差があるのか、先ほどお伝えした通り、やはり家の中の電波環境、あとはどういう接続方法、接続してるところの温度とか汚れとか密閉具合とかっていうものも密接に関わってくるので、その辺は僕が今お話ししたことで自分の の環境ではなんかそれに値するなっていう人はやめておく方がいいと思いますで一番初めにも言いました通り事前に USB のこのケーブルが一体になっているのは見てもらった通り例えばノートとかすごい近いんですよねその場合は線がフニャフニャフニャってなるので例とえこれをぐるぐるっと巻いてうまいことやってもあまり見栄えは良くないし自分の環境においてこれがいいのか悪いのかっていうのは人それぞれだと思うんです 逆に遠くで使いたいってなった場合にはちょっと足りへんなってなって継ぎ足し寄せなあかんとかなるから別でやっぱりポートがある分の方が自分の環境に合わせたケーブルの長さを選べるのでそれはこの事前についてしまっているっていうのはいい部分と悪い部分両方あるのかなと思いましたでその辺が融通効かない部分があるから他のものよりもちょっと安いのかなっていう感じもしましたがこの辺も自分の USB 環境5トの電源供給環境がどう ふうになってるのかっていうのも事前によく考えて長さなんかも考えて購入することをお勧めしますすごかった僕としてはなかなか十分これで楽しめるなっていう感じで今すぐどこかで使うわけじゃないですけれども今後これ家に置いといたら特にうちは 寝室にテレビのケーブルがないんですよ。だからこれを接続して何かテレビの映像をこっちに入力する等のことをするとちょっと面白い使い方になるのかなって思ったりしてます。こちらの商品は想像力を働かせれば働くほどいろんな環境の面白い使い方ができるんじゃないのかなと思いました。よかったら参考にしてください。商品リンクは動画の下の概要欄のところに書いておきます。あと US、USB-C で変換して軌道確認ができてる 商品の方のリンクも下の方の動画の概要欄のところに書いてますんで、合わせて購入したいよって人は参考にしてください。この動画で初めておじいさんのこと知ったよーって人はチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。